こんにちは、平田くチャンネルです。こんにちは。ついに紹介します、強氷ナイン。何種類？強氷のカラーラバー、うちのネットショップでなんと取り扱いを開始しました。で、日本で売ってないですもんね。売ってない、全然出回ってないし、使ってる人を見たこともない。見たことない。シダ動画も見たことがない。で、ただ今ちょっと高層機の工場が若干止まってて、ちなみにこの緑は一切手に入らへん。これ1枚サンプルであるだけで、緑は全く入ってこない。で、唯一入ってくるのが、ブルーとピンク、バイオレットも、超品薄で、簡単にラバーを説明すると、これもう封開けてしまう。このサンプル開けましょう。開ける？ちょ、見たい、シードを見たい。ちょっともったいないな、贅沢やな。いや、ほんまシダできたら一番いいんだけどな。4種類、最初これでいこうか。ピンク、はい。で、全部スポンジの厚さとかスポンジの種類と硬度とかが全部違う。もう開けようか。開けましょう。うわ、あ、もうやばい、すんごいピンク、すんげえピンク。うわ、やっぱなんかあれですよね、 V15 の V15 じゃないわ、何でしたっけ、あのビクタスのピンク、 V15 ベンタスエキストラ。あ、そうそうそう、あのアンドロもピンク出してた、はい、とはまたなんかちょっと違うくないですか、うん、結構なピンクやな、めっちゃ濃い。で、ラバーの性能的には、まずこれ全部強氷9って言って新しい強氷やねんけども、はい、強氷9のカラフルシリーズで、シートは基本的に全部一緒、強氷特有の粘着シートに、このピンクラバーはナンバー20のスポンジを組み合わせて、安定かつ強力なドライブボールを生み出し、豊富な弧線の変化を楽しめます。前陣および中後陣における速攻とドライブの威力を発揮します。で、まあ、見た感じ、あの小チーム用とか の、 あのオレンジスポンジと一緒やな。そうね、うん、まあ綺麗、まあ伊達邸加工はなし、39度やし、まあ程よい柔らかさ。他のも開ける？それ全部開けもう1個開けちゃったら行くしかないでしょ。強氷9のブルー、ふ、開ける。うわ、すげえ。ブルーだよな。スポンジの方がもっとブルー。そう、でもスポンジ普通のあれで、ブルースポンジとかまたちょっと違いますよね、なんか色。いや、一緒か、なんか一緒、薄くないですか、こっちの方が。多分そう見えるだけ。そう、シートが青やから。すごいな、この色のコントラストっていうの。この強氷9のブルーは、スポンジの硬度は38度、で厚さは同じ 2.2mm で、おそらく普通の強氷とかで使ってるブルースポンジを使ってるんかなという。スポンジはナンバー22、パワーを特徴、独特の力強い打球をさらにパワーアップさせ、同時に優れたコントロール性能と質の高いドライブボール性能を持ち合わせています。まあ単純にさっきのピンクより少し飛ぶ強氷、まあ、ブルースポンジだから。でこれも伊達邸加工はなし、いい弾力。やっぱブルースポンジいいな。他の色も見てみる。いや、もう全部、あと2つでしょ、全部いきましょう。まあ、バイオレットはすごい品薄で、こっちグリーンはもう今全く手に入らん。こっちも一応色だけせっかくして見ようか、うん、またはどうせいつか使うの。いや、しだしたいですね。バイオレット、バイオレットとグリーンはスポンジが一緒、
ナンバー80、気泡の大きい柔らかめの高弾性スポンジ、どっちも軽いタッチで攻撃の幅を広げることができます。でどっちも高度は37度、柔らかい、ね。バイオレットは 2.1mm で、グリーンは 2.15mm、 ちょっと厚さが違うけどスポンジは一緒。うわ、これすごい色やな、めっちゃすごい色やな、バイオレットスポンジは、スポンジはあれですかね、八坂の昇龍、桐生とか、そに気泡が大きいって言っても日本のテンションよりは全然気泡が小さい、詰まってるよね、うん、これで気泡が大きいっていうのね、中国では。これでもやっぱ弾力強そうやわ、うん、すごいいい弾力、気持ちよさそう、打ったら、うん、飛びそう、なんかバックとかでめっちゃ使えそう、すんごい色やな、グリーン、これもうラスト1枚、もうこれは今現状入ってこない、中国から。うわ、これもすごいグリーンやこれ見て、うわめっちゃ緑、ラザンターの緑より濃いな、めっちゃ濃い、もう一つ濃いな、はい、スポンジは一緒、うわめっちゃ緑やな、ええな、やっぱこれも一緒やな、弾力めっちゃええな、そのバイオレットと一緒で、うん、という4種類強氷9のカラーラバーシリーズ、性能はまあその新しい強氷から多分悪くはないと思うけど、今ちょっと品薄でなかなか手に入らないんで、一応ネットショップに数量限定で何種類かだけちょっと出してます。なのでもうぜひ、なんか早いもん勝ちです、うん、カラーラバーやけど強氷、強氷のカラーラバーという、なんかちょっと意味のわからん商品やけどぜひちょっと使ってみたい方は一度試して、はい、で実はこれ強氷やねんでというふうに、あの練習会場と試合会場で自慢してもらえれば、もしかしたら人気者になるかもというので、まあ一回売ってはみたいな、カラーラバーがついに中国から出たので、ぜひ試してみてください、はい、ということで以上ラバーの紹介だけでした。まだもし機会があればちょっとどっかで試打動画も出したいと思うので、またよろしくお願いします、はい、お願いします。ということでありがとうございました。普通の強氷ですもんね、これ。普通の強氷、すげえ、めっちゃラザンテ、うわすげえ、メイタナティーだ、めっちゃいいな、すごい、これブルーやけどこっちもっとブルーのブルースポンジ、ブルースポブルースポすげえ、これとこれは同じスポンジなんですか。そう、一緒、これ一緒、これかっこいい、それやったら、今日ブルースポンジぐらいの青ラボ欲しいですね。ああ、それやったらね、こんスポンジと全く同じような。ああ、そうそう。これがでも僕色合いが違うんですよ。その恐怖、恐怖としてます。素敵。バイパイ。高層機の新商品。ただ今全然品薄入ってこいへん。ブルーとピンクが唯一入ってくるかなぐらい。これとブルー。